は2024年の1月の2日、火曜日、新年最初の朝活を始めたいと思います。皆さんおはようございます。昨年はですね、本当支えていただいて、応援もしていただいてですね、本当に充実した1年間になりました。はい、本当にありがとうございます。で、今日もね、1月の2日なんですけども、ずっと続けている、毎週火曜日に続けている朝活始めていきますね。今日の朝活のテーマなんですが、来たる未来を先に知ろうということでですね、2024年にほぼ確定をしている行事ごとっていうのを一緒に把握をしていきましょうという回にしたいかなと思ってます。勉強でもやっぱり予習が大事ですよね。あとは仕事においても準備が大事と言ってますけど、本当こう先のことを知っていくとですね、その行動がまあ一歩二歩早くなりますので、今日は2024年の1月から12月、この月に、分けてですね、何が、起こるのかっていうね、これ日本編ですね、日本で何が起こるのかっていうところを一緒に確認していければなと思っております。まずですね、2024年の1月に、何が行われるかをやっていきますね。じゃあまず、新NISAが始まります。新NISA。個人がね、その企業にちっちゃい額から、投資ができるようにね、そういった流れを作るために政府が、作ったものですけど、まあ、新NISAっていうのは本当あくまで制度なので、投資でね、得た利益、そこにかかる税金が、まあ、非課税になるっていうね、まあ、あくまで制度なわけですよ。まあ、その利益、税金分に関しては、まあ、非課税になるっていうのが新NISAですけども、それがいよいよスタートします。で、結構ね、いろんな方が、年利 3% とか年利 5% とかでもう計算をしているんですけど、まあ、やったからといってですね、必ず儲かるというわけでは絶対ないと僕は思ってるんで、そこは念頭に置いてですね、やっていきましょうということ。ただ、いい制度はいい制度なんですよね。はい。で、まあ、これを使ってこう投資するかしないかという話なんですけど、まあ、一般の方にこう投資の意識がいきますので、やっぱいろんなこう、それ以外の詐欺的な案件っていうものが本当続々と出てきてるんですね。なんでそこは騙されないようにと言いますか、判断をしっかり持ってですね、やっていただければと思ってます。まずね、その新NISAが昨日から始まっております。まあいろんな本がありますけどね、こういうね、また整理をしてですね、勉強がしようと思っております。で、次はですね、1月に起こることとして、ソフトバンクの方はですね、ソフトバンクの方 3G サービスが終わります。つまりガラケーが終わります。なので、まあ、ガラケーを持っている方はですね、スマートフォンに変える時期になりますので知っておきましょう。まあ、多くの方はすでにね、 4G 対応、まあ、5G 対応のスマホに移行していると思うんですけど、まあ、こう 3G 回線をね、利用する人も、まあ、本当に少数いらっしゃいますので、そこがね、もう転換期になります。 au の方はもうね、移行できてるんですけども、今月がソフトバンクかな、はい、終了が。で、2年後にドコモ、NTT さんドコモが、3G のサービスを、終了されるということですね。はい、ソフトバンクのね、サービス、ガラケーの方は終了するということです。はい、あとは1月に長崎ですね。はい、長崎。今年は国内の、旅行どこに行こうかなと、思ってたんですけど、ちょっと長崎が面白そうだったので、はい、ちょっと注目してます。長崎のマリオットホテルっていうのが今月16日にオープンします。世界で一番大きなホテルグループで、九州初のマリオットホテルが長崎に今月できます。かなりね、力入れてて、長崎駅直結、上にあるんですけどね、すごくいいホテルができます。長崎のマリオットホテルに宿泊されている方は、ぜひ今年どこかで宿泊を考えてみてはいかがでしょうかということですね。で、2月ですね。2月いきます。豊洲市場の場外エリアっていうね、東京の豊洲市場の場外エリアっていうところに、万葉クラブっていうのがね、ありますが、ここが運営をする、豊洲千客万来っていうね、ものが開業します。はい、東京の豊洲に、2月にオープンします。これ、江戸の街がね、まあ、再現されているっていうところなんですが、はい、食べたりね、ホテルステイとかね、あとは温泉施設もありますね。この千客万来っていうのがね、2月にできるんですよね。ここはめちゃめちゃ人気出ると思いますし、東京に来られる方は、豊洲、はい、ありだと思います。で、足湯もね、ここね、ありますんで、一般に開放されている足湯です。
こがですね、かなり僕としては面白い、東京観光ではすごくいいなというふうな感じで、まあ、おすすめはね、この足湯に入って、見るところと、あとね、万葉クラブなので、温泉施設ですね、これですね、東京湾をね、一望できるところで、まあ、露天風呂、サウナ、岩盤浴、あとはエステ、マッサージがまあ入ってるというところなんで、ここぜひね、東京お越しの際は一つ、まあ観光する場所として候補としてあるかなと思います。これは2月にできますんで、ちょっとね、今日先客番来、ちょっと調べてみてください。なかなか面白いです。はい、あとですね、2月で言うと、全日空 ANA の国際線の新ブランドがですね、就航開始されます。名前からですね、エアージャパンっていう新しいブランドができます。主にアジア方面を中心にした ANA グループの、まあ、子会社のね、子会社になります。国際線なんですけど、すべて、エコノミークラスですね。ちょっと広めの、エコノミークラスっていう形。成田からバンコクの間で就航が決まってるんですけどね。エアージャパンと言います。3月は、サッカー日本代表戦が、あります。で、お相手は、北朝鮮。会場は未定で、ただ相手はね、北朝鮮っていうね、これ決まってます。まあ、サッカー盛り上がると思います。あとはですね、東京の話なんですけども、中央区の晴海って言ってですね、東京オリンピックが、あった場所、選手村って言いますけど、そこがいよいよオープンします。で、この分譲マンションがね、やっと入居できるというふうな時期になってですね、確か当時倍率が260倍とかしたのね、マンション入るのに。はい、それぐらい凄まじい人気を誇った選手村の、まあ、オープン、マンションもオープンするっていうタイミングですね。関西初となるヒルトンホテルのね、ダブルツリーバイヒルトン大阪城っていうのがね、開業します。これ大阪駅から、車で10分ぐらいかな。で、大阪城に最も近いホテルってことで、ヒルトンがもっと入ってきます。で、後半もお伝えしますけど、もう大阪と東京、あと京都とか、長崎、外資系のホテルがめちゃめちゃ入ってきますんで、ホテル建設ラッシュです、本当に。で、4月に関しては、ちょっと行事ことなんかあんまりなかったんですけども、ビットコインの半減期がですね、この4月にあります。半減期っていうのは、その新規発行量、ビットコインは2100万枚っていう数が決まってます。その新規発行量の枚数がですね、4年に1回半分に減っていくっていうイベントがこれあるんですけども、そのね、タイミングがこの4月になると言われております。半減期の時はですね、そのビットコインの値段は、まあ、上がると言われていて、もっと言うと半減期の翌年、つまり2025年には、ビットコインの高騰が期待されてるんですね。過去3回ぐらいその、傾向にあったんで、今回もかなっていう、去年か、1月から12月まで、多分ビットコインも3倍になったと思うんですけども、そこの期待もあって、値上がりをしているんですが、とね、半減期って言われるの。これ4回目だね。4回目の半減期が今年の4月に行われるよということですね。で、5月に関して、ね、今年の5月に関しては、ロシアの、プーチン大統領の任期が満了するということですね。いろいろ国によって、その任期のね、継続の法律は違うんですけども、どうやら、まあ、最長でもう2期ね、もう12年間、つまり2036年ぐらいまで、その大統領の職を、まあ、継続する、まあ、可能性も出てるっていうことで、今、プーチンさん71歳なんですが、それが83歳まで続投するかもしれないねっていうね、ちょっと言われてますけど、まあ、そういったね、プーチンさんの大統領の、任期が、今年5月にありますよってことですね。セブンイレブンの、日本1号店が、これね、開店して50年になります。セブンイレブン50周年っていうのが出てきます。もともとアメリカの発祥のコンビニエンスストアで、朝7時から夜の11時まで、空いてるというところでセブンイレブンになったわけですけど、これが、第1号店がですね、東京の江東区に、あります。開店して50周年経ちますよっていう発表が、5月にありますね。調べていくとですね、全国で一番大きなセブンイレブンってどこか皆さん知ってますか？日本で一番大きなセブンイレブンって北海道のニセコにあるんですが、通常のセブンの 1.6 倍ぐらいの、面積を誇っていて、ここ一番ね、大きい、面積持ってるとね、神戸牛とか、あとはドンペリとか、まあ、シャンパンとか、そういったものも置いてます。みたいな。はい。ニセコのね、コンビニは、黒人たくさん来ますので、それで高級志向のものもたくさん置いてあるということですね。
じゃあ6月に入るとですね、東京ディズニーシーの新テーマパークか、これアナ雪さんとか、アナ雪とかね、あとラプンツェルとかね、あとピーターパンとか、そういった、3つの世界をね、テーマにした新テーマポートができるよということですね。ディズニーシーのね、会社はオリエンタルランドですけど、株価とても好調です。はい。なんで、ディズニー好きの方はですね、6月、新エリアがオープンするということです。はい。あとは、これもホテルになるんですけども、またね、大阪に、今度はオートグラフ、コレクションで言って、これこのマリオットホテルの中でも、本当にもう高級もう路線、もうラグジュアリーなホテルができます。これは大阪駅直結ですね。これが6月にオープンをします。ちなみにマリオットホテルで一番最上級ブランドっていうのが、エディションっていう、名前なんですけどね。東京は虎ノ門とか銀座にありますね。はい。で、そこが、2つあって、大阪に今年進出するということですね。で、これ大阪ステーションホテルっていうのがね、開業します。これがオートグラフコレクションになりますね。そして、またね、マリオットが来ると、今度はヒルトンホテルも来るということで、キャノピーっていうね、可愛い名前のホテルが梅田の方にできます。これもね、日本初進出ですね。なので、ちょっとね、大阪、かなりホテルがたくさんできる形ですね。で、やっぱり1年目、まあ2年目が、まあ安いんですけども、それ以降はもっとどんどん高くなってくると思いますんで、はい、宿泊を検討する方は、ぜひお早めにということですね。4月は、新紙幣が発行開始になりますね。新紙幣が発行開始になります。ここで言うと、7月の3日に発行すると予定されてるんですけども、皆さん、新しく、紙幣変わりますが、1万円札の人、5000円の方、1000円の方、わかりますでしょうか？お名前が変わります。はい。まずですね、1万円の方はですね、日本の経済の父と呼ばれている渋沢栄一さんですね。はい。この方が1万円の方。で、5000円の方は、女性の地位向上と女性教育に尽力をした津田梅子さんっていうね。で、1000円の方は、日本医学の父として、その微生物の学者さんであって、確か北田と柴三郎さんのお三方が、変わります。で、7月の3日に変わるっていうことですね。はい。で、7月は、小池百合子都知事の任期満了します。7月末までに東京都知事選挙も始まると呼ばれてますけども、ね、小池さんがね、ちょっと任期満了ですがどうなるかですけど、もともと小池さん兵庫出身で、ニュースキャスターの経験もね、終わりで、かつ女性初の都知事にね、なってましたけども、これがね、どうなるか楽しみにしてます。瀬尾さん、向こう半年のことなのに、すでに、意外に知らないことが多いです。こういう話のネタになるので、まとめ情報助かります。あ、ありがとうございます。そう、結構ぼやっとは、なんとなくわかるかなと思うんですけど、ちょっとね、月ごとに、見ていくと意外とね、細かかったりしますね。そう。では、8月に何が起こるかっていうとですね、はい、4年に1回の夏季オリンピックが始まりますね。パリで行われますね。これ39回目なんですけどね。夏季オリンピックは、東京から引き継いでパリの方に行くということです。で、僕11月に、アルゼンチンの方に、南米の方に行くときに、フランス経由で僕行ったんですけども、もう空港全体も、パリオリンピックっていうね、もう準備というか、はい、お土産のね、グッズも販売している。もうね、準備進めてますけど、パリで、オリンピック始まります。で、期間が7月の後半から8月の中旬ぐらいまで、3、4週間、8月にありますね。9月は、内閣総理大臣の、岸田さんが、これもね、任期満了します。任期終了しますね。で、9月までに総裁選が、始まると予定されてますけども、ただ岸田さんね、その任期中に憲法改正に向けて、動きますっていうね、言っておりますが、さあ、どうなるかということですね。ちなみに内閣総理大臣は、今101代目だ。ね、101代目。検討することを検討する、岸田さんですけども、任期が終わります。あと9月ですね、電子機器の充電ポートが USB Type-C に統一化されるという、これはね、ヨーロッパで行われるんですけどね。今皆さん iPhone とかスマートフォン、タブレット、そういった充電のポートがありますけど、細い、まあ、ライトニングって言いますけどね。例えば iPhone で言うと。これライトニングって言います。これをヨーロッパの方では、まあ、廃止にして、Type-C といって、もうちょっと太いやつね。統一をしましょうっていうね、法律が義務化されたんですね。まあこれ、ヨーロッパの方なんで、日本とかアメリカにはまだ関係はないんですけども、すでにAppleっ
さんがあの iPhone15 を出しましたけど、この充電ポートをね、変えました。Type-C に変えました。まあ、その方が充電、あの給電スピードも、まあ、上がるんですね。耐久性もいいですし。なんでね、そういったその電子機器の、まあ、共通の電子ポートに変えましょうっていう法律がヨーロッパで可決してもう2年経ちますんで、身の回りの電子機器の充電がちょっとタイプ C になるのかなと、ちょっと頭に入れておいてください。で、10月はですね、長崎スタジアムシティっていうのが10月の中旬に開業します。で、これはジャパネット高田っていうね、会社。ここが、プロモーションをしてるんですけども、東京ドームの 1.5 個分かな。はい。で、1000億円ぐらいかけて、はい、あの、サッカースタジアムも作ってます、今ね。それが、今、長崎の、ほんとど真ん中に、作られてるので、これもね、今年開業するんで楽しみにしてます。で、もともと長崎は、人口が減少して、確かワースト1だったかな多分、日本でね、一番人口が減少しているところなんですけども、こういったね、マリオットホテルとかね、スタジアムが、まあ、できて、救世主となるかってことで、注目を浴びてます。11月はですね、ちょっと可愛い分で言うと、ハローキティがね、はい、生誕50周年です。はい、リンゴ3個分のね、はい、体重のキティちゃんが50周年を迎えます。はい、ちなみにキティちゃんは猫じゃなくて、擬人化したキャラクターらしいです。という情報です。あとはね、姉妹がいて、妹かな、あの、ミミーって言います。はい、すいません。はい。で、11月はですね、あとアメリカで大統領選が実施される予定になってます。11月の5日かな。もうあの、法律で、4年ごと。で、かつ、11月の第1月曜日の翌日の火曜日に、選挙が行われると。これ決まってます。民主党と、あと共和党、ね、バイデンさんか、今トランプさん、ね、もう一回、がちょっとバトルするんじゃないかと言われてますけども、どっちかなというふうな感じ。ちなみに、トランプさんがもし勝った場合は、ビットコインめっちゃ上がると思います。ちょっとここね、期待してます。じゃあ最後、年末、12月ですね。ここはね、確定した行事ごとはなかったんですけども、12月までに行われるであろう、行事ごとというと、運転免許証とマイナンバーカードが一体化するっていうのがね、あります。運転免許証の中に、登録しているチップ、それがマイナンバーの方に、まあ、記録されるということですね。情報の紐付けっていうのが。これがね、年内には行われるということなんですけど、まあ、一体化は基本任意なんで、特にあの健康保険証のように、まあ、撤廃とかね、廃止もないので、一応ね、そういった動きになりますが、まあ、任意ということになってます。はい。まあ、そんな感じで、1月から12月のざっとした行事ごとをお伝えさせていただきました。なので、2024年ですね、今年のことは分かりませんが、ただアメリカの政策金利だったりとか、あとは世界事情とか物価高とか、今年大統領選挙もありますので、まあ、いい意味でも悪い意味でも本当こう変化が激しくなりますよってね、言われてますが、まあ、本当1年間は変化をね、まあ、楽しみながら、行動していこうと思ってます。長崎ちょっと今年ね、旅行を僕も考えてるので、おすすめのグルメ、あとカフェ10件ぐらいまとめたので、ちょっとお送りしておきます。 YouTube の概要欄に貼っておきますので、 Google マップに記録している、はい、長崎の駅周辺のね、おすすめグルメ、あとカフェ10店舗ぐらいまとめてるので、ぜひね、見てみてください。まあ、新年なので、本当、目標設定とかね、いろいろ何かしなければいけないということをね、言われますが、考え方をね、こう変えなさいっていうね、話もいろいろ来ると思うんですけども、まあ、なかなか人の考え方はなかなかこう意識してね、変えようと思っても、まあ、変えれないと思ってます。まあ、なかなかね、変化は難しいと思うんですけど、ただこう無理して変えようとしなくても、日々ね、その自然と新しい情報とか、自分が知らないこう知見とかね、情報っていうのを、まあ、頭にこう入れておくだけで、僕は変わると思ってるんで、無理に変えようとしなくてもいいんですが、ただこう常に新しいものがこう触れていくっていう、ところはね、やっていければと思います。で、まあ、このリンクもたくさん配信しますので、その情報をまずご自身と、あとご家族と、あとはご友人、知人の方にこうシェアをしていただいて、まあ、うまく活用してもらえたらとても嬉しく思いますね。はい。ということで、今日の朝活7時になりましたので終わりたいと思います。はい。あの、ご参加ありがとうございました。またね、あの、来週の朝活も行いますので、ぜひ、本年もね、よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。ではまた来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。